16歳で FX なのでお金を稼ぎたいと思っていますが、何から始めればいいでしょうか？まず頭が悪いので勉強した方がいいんじゃないですかね。お金を稼ぎたいのであれば FX をしてはいけません。要はその、お金を稼ぎたいから競馬を始めるとかって、まあ、不可能ではないんですけど、確率はめちゃくちゃ低いです。要はその、ギャンブルって、お金をかけるものであって、お金を稼ぐものじゃないんですよね。で、事業って、ちょっとずつ売り上げ上がってって、で、だんだん売り上げがでかくなって、その規模が大きくなるんですけど、その、ギャンブルって、じゃあ、その、事業で毎年1000万稼いでる人が、次にそれが2000万になりました。3000万になりましたってなるんですけど、ギャンブルの人って、じゃあ1000万稼いだ人が、次の年ゼロとか、マイナスって当然あるんですよ。だってギャンブルだから。運だからね。なので、その、お金を稼ぎたいのであれば、運に頼らずに、実力で稼ぐっていう風にした方、稼げるようなものの方がいいと思うんですよね。その投資っていうのは、お金と時間と知能の3つがあるわけですよ。例えば株って時間を投資するものなんですよね。まあ、会社に投資するんですけど、ただ、会社って例えば投資して全然伸びなかったとしても、10年後に伸びたら回収できるんですよ。なので、その、要は、いつかその会社が儲かればいいよねっていう形で、時間を武器にできるんですよね。例えば、じゃあ、その、ニコニコ動画っていうサイトをやってたドワンゴっていう会社に投資しましたと。で、それですげえ下がってたとしても、ドワンゴ2ヶ月前ぐらいからなんか30%とか上がったんですよね。っていう感じで、その、ブワーって上がるタイミングがあって、なので、上がるまで待ってるっていうことが株はできるんですよ。なので、その、時間が味方になりますと。で、じゃあ、若い人の稼ぎ方で、例えば、じゃあ、その、さっき東大みたいな話ありましたけど、じゃあ、早稲田とか東大に受かりましたっていうと、じゃあ、いい会社に就職しやすいですと。で、じゃあ、その、まあ、今は出版社そんなんでもないですけど、じゃあ新聞社とかテレビ局とか入ると、今でも20代で年収1000万近く行ったりするんですよね。なので、その、じゃあ、聞いたこともないような大学に行って、じゃあそこで卒業して、じゃあ、特にいいとこ就職できなかったから、じゃあコンビニでバイトしま、コンビニの正社員になりましたって言っても、ファミリーマートの本社だったらいいんですけど、なんかそのファミリーマートをチェーン店でやってるところの、会社の社員とかだと、せいぜい月給30万とかからですよ、行ったとしてもね。まあ多分20万円台だと思うんですけど、っていう感じで、実は教育っていうのもお金を稼ぐためには結構重要なんですよ。まあ知能ね。なので、その、自分の頭を良くするっていうのは16歳はまだできるので、まず頭を良くするっていうのを投資するのが、今のところ一番効率いいと思います。16歳なら。その、40歳の人とかが、勉強してもそんなに伸びないんですよ。でも16歳とかだと、割とそこでじゃあ、高卒と大卒っていうだけで、その生涯年収が4000万とか変わったりするんですよね。なので、その、勉強することで、うん千万っていう差が出るんですよ。で、まあ、時間でいくと、じゃあ、全然聞いたこともないようなマイナーなメーカーで、じゃあその、20年前とかだと、多分 AMD とか NVIDIA とかってほとんど知られてなかったと思うんですけど、NVIDIA は上場してないか。まあ AMD みたいなそのグラフィックカードを作ってますみたいな会社って、謎のメーカーだったと思うんですけど、でも今やそのグラフィックカードって割と重要だよねってことになって、すげえ株価になってますみたいなのがあったりするので、なので、その、時間を武器に、その若いので、時間を武器にしたり、その知能に対して投資をして、で、そこの回収ができたりするので、なので、そっち側で稼いだ方がいいんじゃないかなと思います。